江戸の香りを今に残す町浅草。この町の四季折々を描いた作品が場外馬券場ウィンズ浅草に展示されています。細かい部分まで丁寧に仕上げられ、しかも迫力あるこれらの作品は、一本の小刀とたくさんの色紙を使って生み出されたものです。従来の切り絵という枠をはるかに超えたこの表現方法を、作者自身切り画と名付けています。この人が作者の風祭り隆二さん。独自の美を追い求める切り画アーティストであり、私栗千春の友人です。浅草って言ってもかなり浅草の境内だけじゃなくて、浅草の、例えば酉の市もそうだし、羽子板市もそうだし、四季感とそれから季節感とあと祭事的なものを織り込んでやったんですけど、本当は2点もの前にボタンなんてないんですけど、祭事的に追いますとやっぱりここにボタンが欲しいなという形で季節感を表しました。これはもう浅草の有名な三社祭りですね。それで浅草の三社祭りの3期の神輿の時も、普通だと神輿の中にこれ全部胴巻きしてあるんですけど、ちょうどたまたま僕がやった時にお神輿を大修理したわけですね。その時に全部この飾り物から何から全部借りてきたり調べまして、細かく正確に入れまして作りました。これの時もやっぱり酉の市行きまして、現場行って何をしてきたかって言ったら、本当雰囲気だけをね、自分の体に叩き込みまして、あとはもう何しろその雰囲気が逃げないように画面の中に叩き込みました。私が風祭さんと知り合ったのはもう10年以上も前。その人柄と美しい作品に惹かれました。今日は風祭さんが作り出す切り画の世界にご案内します。祭りや花、古い町並みやお寺など、日本人の心に深く根付いた文化や風景を豊かな色彩と造形力で表現した風祭り隆二の切り画。切り画は小刀で黒い紙を切り出し、その裏からたくさんの色紙を貼って作ります。若い頃から画家を志した風祭さんが、版画やイラストなどさまざまなジャンルに挑戦した末にたどり着いたもの、それがこの切り画という独自の技法でした。絵画や版画とは一味違う情緒、そして躍動感。風祭さんが自らの作品を切り画と呼ぶのは、それが日本美術の新しいジャンルであると知ってもらいたいからです。風祭さんのアトリエは杉並区泉にあります。どうぞ。いらっしゃい。
ここで仕事してます。数ある題材の中でもとりわけ熱心に取り組んでいるのが仏の世界。霧画によって仏画を作ることが風祭りさんのライフワークです。その一つのきっかけとなったのは四国でのあるご夫婦との出会いでした。今から20年ほど前の話です。88箇所を42ぐらいの時に回ったんですね。その時にあるご夫婦が、旦那さんが癌で余命いくばくもないということで残り少ない人生をご夫婦で回ってたんですね。それでその方となんか親しくなりまして、お話していて、それで10年後にそのご主人の方から電話かかってきて、しばらくぶりっていうことで電話かかってきて、どうしたんですかって言ったら、自分がある時自分が癌で余命いくばくもなかったんだけど、その自分が癌センターで検査した時についでにって言うんで奥さんを見てもらったらもう末期の癌だということで余命いくばくもないということで、死ぬ前にどうしても風祭りにその観音様を切ってあるお寺に奉納してほしいという形で言われた時に、亡くなった方の写真をいっぱい集めましてね、でその観音様を切って奉納した時にやはり皆さんに喜ばれて、やはり自分の絵が手を合わせてね見ていただけるということと、それからあとその絵に関して開眼供養で魂を入れてくれたんですね。もう大感激して、これはもう真剣に一つ一つのものっていうのは切っていかなきゃいけないな、作っていくんだなって思って。仏画の集大成として手掛けたのが千手観音菩薩。これまでの作風とは異なり、墨絵のタッチを生かした野心作です。仏像はこれまで幾多の先人が作り上げたイメージがあるため、それを振り切り自分なりのイメージをつかむのが難しいと風祭りさんは言います。無数の手をあまねく人々に差し伸べ救うという千手観音、霧画によって表されたその姿は優しくも荒々しいものでした。子どもたちの手による霧画です。杉並区内の幼稚園に通う子どもたちが作りました。これで普通のものと違ってスパッと切れるから、手は必ず手前に置いちゃダメね、自分の手切ったら大変だから。だから今日は白い紙で。風祭りさんは時折近所の幼稚園や児童館を訪れ霧画を教えています。置いてカッターナイフで、ほら取れた。初めて見た。初めて見た。すごい。もううるさい。ほら取れた。取れた。いい？カッチムシ。見たいな。霧画は技術の問題ではなく意識の表現方法であると風祭りさんは考えます。だとすれば人それぞれその人なりの霧画が作れるはず。それは子供であっても同じです。ナイフを使ったことのない子供たちが夢中になって作品を作り上げていきます。素敵じゃない、かっこいい。もうちょっとここも塗る。想像力っていうかな、5つなら5つの年齢の中で見た聞いた
例えばお花とかお魚とか形っていうのをしっかりとしたものをその画面の中に備え付けていくというかな、そこら辺のところの発想っていうのはやっぱすごいですね。でそういう絵に対するものっていうのは大人になっても子供になってでもその見るものっていうのは素直に見るか見ないかで大して変わらないと思いますね。子供たちの切り紙も一人一人の感性が息づいていました。切り紙と出会い物を作る楽しさを知った子供たち、これからもその感性を高めていってほしいですね。ちょっと待ちなさい、ちゃんとやってあげるから。はい、バイ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 、おは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 1994年以来、徐々にこの町の魅力を知るようになりました。子育て八幡様として古くから近在の人々の信仰を集める大宮八幡宮は散歩がてらによく訪れる場所です。風祭りさんは新しい切り画の題材としてこの大宮八幡宮を選びました。風祭りさんの仕事は実際に現地を訪れスケッチを描くことから始まります。何枚ものスケッチを描き、全体の雰囲気から建物の飾りといった細かい部分までを頭の中に叩き込んでいきます。やっぱり重さを感じますね。歴史の重さというか、素晴らしいですね。人間の人生なんて本当にちっぽけなんですけど、やっぱこういう建造物というか、それはやっぱ何百年、下手すれば本当にもうね、千年以上続くものでしょう。だから自分も負けないようなやはり作品を作りたいですね。アトリエでの作業が始まりました。最初の工程は下絵を描くこと。現場でのスケッチや写真を見ながら精密な線を描き込んでいきます。もう階段の数から、例えばこれ屋根のね、この柱の柱というか屋根のこう曲がり角のこの枚数とか、まあ、そこら辺は自分の中でできる範囲の中でちゃんと数を数えながら描いてるつもりです。これわからないっていうような思いで描いていると、見た人もって思われるので、自分の中で徹底的に納得した下書きというものを描いてから未練のないように切り出します。下絵が出来上がると、その下に黒い紙を敷き、下絵の線に沿って小刀で切り出していきます。この工程を墨切りと言います。風祭りさんの手に握られた小刀が太い線細い線を丹念に切っていきます。切るという作業になると、やっぱ大きい画面ですから、筆で使うのと違って、こういうような段階で描くわけじゃなくて、こういうような段階で描きますので、やはり下絵がきちっとしてないと、出来上がったバランスっていうのは良くないっていう感じがありますよね。切り上がった黒紙は一枚につながっていて、それだけで線画のよう。細かい部分などは数ミリごとの切り込みが網目のように並んでいます。
色紙は色を入れる部分の形に合わせて切り出していきます。そしてこの色紙を黒い紙の裏に当て、糊で貼っていきます。使う色は多い時で200種類以上になるといいます。たくさんの色を重ねることで絵に奥行きを与えていくのです。欲があるっていうわけじゃないけれど、だから同色の中でちょっとの微妙な薄さとか濃さっていうのがなんか欲しくなるから、もう描くところはもうこれ以上色が入らない、もうこれ以上ダメっていう限界までやります。うん、出来上がり。霧が大宮八幡宮の図の完成です。この絵を見て少なくともあ、いっぺん行ってみようかなっていう感じ。僕の絵の前に立った時にこの絵の大宮八幡に吸い込まれていくよう、現実的にそこの場所に行ってみたいというような思いで描き上げたので、もうありとあらゆる方に見てもらいたいし、それと同時にまた子どもたちにも見てもらいたい。それからあと杉並区在住だけではなくて、それこそ北海道の人から、うん、日本人に見てもらいたい、また外国人もそうだけど、もうみんなに見てほしいと思いますね。一人でも多くの人に作品を見てもらいたい、風祭りさんの願いが叶いました。2000年夏、杉並区で作品展が開かれたのです。杉並区内はもちろん、さまざまな地域からたくさんの人々が足を運びました。会場となった杉並会館ギャラリーには、これまでの代表作や新作のほか、風祭りさんの作品を色鮮やかに染め抜いた霧画染めが展示され、訪れる人々を霧画の世界へと誘いました。なって思ってたんですけど、霧があって切ってこう全部一つずつ切ってやってるというのを知らなかったので、それがびっくりしました。ここまでですね、聞き込んで作られたのは相当のやっぱり目とやっぱり手の力がないとできないんだろうと思いますけどね。よく色を入れてますよね。ずっと持ってて怖くないですね。期間中は霧画教室も開かれました。絵ってね、みんなそうなんだけど、例えば文字にしても何にしてもやり方どうでもいいの、もうこんな汚くてもどうでもいい。風祭さんの手ほどきを受けながら、子どもからお年寄りまでたくさんの参加者が霧画を体験し、楽しいひとときを過ごしました。こういう手を動かしてこう昔の工作みたいなことはもう何十年ぶりでね、本当に小学校時代を思い出しながら楽しくやらせてもらってます。色を自分で考えるところが楽しかった。大変だったのはこの切るのがちょっとずれちゃったりして大変だったです。黒い線のはっきりしたところと、あと色がはっきり出るところが出来上がりが美しいなと思いました。
実は私も教室に参加し、生まれて初めて切り画にチャレンジしたんです。実際やっぱり挑戦してみますと、なんていうのかな、大変さだとか細かいことだとかっていうのが分かってきて、逆に見方が身近に感じるように逆になりましたね。それは不思議だなと思いました。全然違うところにあるものだと思ってたから。見るものを魅了する風祭さんの切り画、その魅力は創作に対する作者の真摯な姿勢から生まれるのではないでしょうか。風祭さんにとって切り画は生きる証であるといいます。自分が生きてきた証としての作品作りが、少なくとも自分がいなくなった後でも何か影響するような形で置いときたいですね。それがやっぱり自分の身内だけかもしれないけど、そういうようなもので、あ、こいつすごいやつがいたんだなっていう意識感覚かな。それはやっぱり自分の中では絵しかできませんからね。絵バカという、そういう生き方をしたいと思います。切り画は私にとって人生だと思う。技術技法の問題ではない。それは意識の表現法に他ならない。本当に自分が満足できる作品を目の前にした時、すなわち心が一枚の紙の上に具現できた時、私は私自身の一部と出会うことができる。それは常に新鮮な出来事であり、自分がまさに生きているという充実感に包まれるのだ。今日の自分には知り得ぬ新たな自分との開口がある限り、いつまでも本音で生き、私は切り続けていきたい。